原検索は日本の俳優。広島県呉市出身。本名は松原義夫。1953年までの芸名は原検索。時代劇を中心に脇役として活躍した。所属は第二新国劇から知恵プロ。1937年に解散した後は日活渦政撮影所。1942年に大都京都。 1949年から東映へ移り、最後の芸能事務所は、リュープロダクション。娘は、女優の松原千明、孫娘は、モデルの松原すみれ。三尾女助の抜師として生まれた。1923年に、旧西暮れ高中学校を中退。新民襲撃学校に一期生として、卒業二期生だった、大河内伝次郎と共に、第二新国劇の看板役者となる。 1925年に連合映画芸術家協会、三田ヶ原の殺人の国定忠春役で映画デビュー。1926年、第二新国劇退団。1934年、新興キネマ京都へ入社、映画俳優に転身し、忠字売り出すで映画デビューを果たす。時代劇映画が主流だった頃には、伊丹満作、溝野口賢治の作品に出演。 幻城や、天平同時など、子供向け映画で主演もあるが、大河内伝次郎、坂東つまさぶろう、片岡知恵造、嵐勘十郎ら主演作品で準主演を務めた。悪人、正体不明の怪人役などの難役をこなし、現場の信頼も厚く引っ張りだこで、難役の健さんと呼ばれた。戦後、東映に移ってからもすっと、ベテランとして、重宝がられ、新人に、 時代劇のセオリーをーチする必要があると真っ先に原が指名されたという。北王子金谷も黄金の福間伝で共演した原に演技指導をしていただいたと述べている。1960年代以降はテレビドラマでも活動し始め時代劇の脇役として活躍した。野牛一族の陰謀と野牛暴れ旅では千葉新一扮する。 野牛十兵三つ吉や山村総奮する野牛田島、守る胸のりに使える恩話も男で、セミレギュラー出演し、ほがらかに演じている。2002年に、老衰のため死去した、96歳ボー左から片岡知恵蔵、原検索1936年、赤西かきなどなど、原検索に関するカテゴリー。ありがとうございます。